中古車。二十六節を開きます。ヨハネ中古書の二十六節。いいですか？じゃあ、どうぞ。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の聖霊が来ると 来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。その下に中6章の5節より中3節までも読みます。じゃあ、5節より中3節までどうぞ。今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし父を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その後が来れば、罪について、義について、また、裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなること。また、裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことは、またたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかし、その方、すなわち真理の聖霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自ら語るのではなく、聞いた音を語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。アーメン。祈ります。主なる神様、今日もあなたの聖霊にすべてを委ねます。あなたの聖霊によって真理の言葉をことごとく諭してください。今日この時間もあなたの真理の御言葉を通して、あなたの聖霊が何を語っておられるかをはっきり聞いて悟ることができますように。そして御言葉と御心にふさわしく信仰生活をすることができますように。そして信仰生活に、霊的な生活に必ず勝利を勝ち取ることができますように、一人一人を助けてください。主イエスキリストの皆でお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。じゃあ、みんな一緒に、知識の言葉、今日は
聖霊の声を聞き分ける者が勝利を得る、勝利を得る、イエスをイエスが唱ったであるかとか、イエスが何を語ったとか、イエスが何を求めてるとか、求めておられるとか、イエスが何をなさったとかなさるとか、こういうすべてイエス様についてのすべてを明かす、正しく教えて明かしてくださる方は、世にはいませんよ。その方はイエスの皆で、我々のところへ信じる、信じないものであって信じる者どもに送られる。真理の霊とも言われるイエスの聖霊ですよ、聖霊。皆さん、この聖霊によって神様は、働くんですよ。創世記の一章の二節を開いてみますか。創世記の一章の二節。創世記の一章の一節二節を読んでみましょう。どうぞ。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の聖霊が水の表を動いていた。アメン。じゃあ、これは天地万物、宇宙万物、我々がこの世と思っているこの目に見える世界を神が最初作られた時の話です。この何も存在しない地は混沌であって、地形ある、今は地がどういう形でありますか。山地、山があるとか、平地、平野があるとか、こういうふうに、地といえば、またその水が溜まっている湖や海があるとか、こういう形で、この世あるいはこの地が成り立ってますけれども、形はちゃんとあるわけです。しかし神がこれを形作る前には、形という形は全くなかった。混沌としてた。まるで水と土、水に土を入れてこうほぐしたら、土の塊が水の中で全部ほぐされて形がなくなりますね。そうすると水の中に土を入れたんだけども、全部溶けちゃった感じになって、濁り水になって地の形はなくなってしまいますよ。わかりますか。こういう状態だったの。この世を作る前に、太陽とか星々、月とか星々とか地球とか、こういうまだ
その中にあるいろんな形、山地とか平野とか海とか、こういう形がそれぞれ作られる前に、宇宙は黄泉と同じような空間にどういう状態であったのか、何も形がない。水の中に土の塊を入れてほぐして濁り水にした状態のような、まあはっきりと言ってそういう形。そしてそこには、ここは黄泉だから、黄泉、悪魔が閉じ込められた黄泉だから、神の統治、神の恵み、神の恵みがこれっぽっちも与えられてなかった世界だから、まず光が存在しないの。暗黒だったら暗黒、そういう形だった。何も形がなかったから、聖書の表現では混沌であったと、地は形のない混沌たる状態にあったと言っています。よろしいですか。そして闇が深淵の表にあり、闇が深淵の表にあり、この宇宙版、宇宙の中が、これがもうご半径だけでも75億光年だとかね、光年に光が1年走る距離が1光年なのに75億光年だから、光が1年走る距離だけでも人間の頭では想像できないぐらい遠いの。太陽から地球まで光が約9分もたたないうちに走ってくるの。こんな速い光が1年間走っていく距離が1光年なの。たったの1光年、75億光年なの。すごいな。もう考えることはやめましょう、この頭で。75億光年、この半径だけでも距離が、これが宇宙の大きさなの。だから星の世界のまだ向こうに、目に見える星のまだ向こうに、その見えない裏にまだ星がたくさんあるの。数え切れないほど。ここに白黒が見えるんだけども、もうそういう数ほど星がたくさんあると言ってもいいほどですよ、本当は。これは数え切れるよ、ここにあるのは。天の星は数え切れないの。じゃあこういう、でも形が何もなかったの。真っ暗だって、水があって、水の中に土の塊じゃなくて、土が分子のようになって全部溶けちゃって濁り水のような状態になってるから、これは70億光年待って神の光が全然当たりませんから、暗黒なの。暗黒ですから、闇が深淵にあったの。闇が深淵、深淵といえばあのフィリピン海溝のような、ああいう海に1万メートル以下とか、こう深い海があります。そういうところ深淵というの。1万メートル深さが、そんなのは何でもない、それは深さじゃない。これは光の速度で走って75億光年の深さだからよ、表からこの中まで。この深淵の表に、表にも闇が、闇が、うん、いや闇の、いや全体が闇なの。それでこれ全てが深淵よりも、もっとこの世にある、地球にある深淵よりも深くて深い、75億年光で走っていくべき、こういう深淵なの、こういう深さなの。しかしこういった全ての状況の表に神の霊、聖霊が動いていたという。何を意味するんですが、神の聖霊が働こうとしていた、働いていたという意味です。みんな主に、創造の、天地創造の主役はどなたですか。今答え出ましたね。天地を形作られた、形がない混沌たる状態に、闇の中にあった天地に光を作って、形ある万物を作った主役、その働きを見せた神は、みんな一緒に、聖霊の神だ。信じますか。聖霊様が神の統治、神の統治を、神様が神として統治をするときに、聖霊によって働きますよ。父なる神は全ての源だから、全ての源、出発点だから、御座に座っておられる神様。分かりやすく言えば、その神が何かを計画し、
父なる神がすべての源の出所始まるスタート地点だから、父なる神が御座に座っておられながらすべてを計画しすべてを収めていく、計画によって収めていくんだけども、計画を立てて立てた計画を実行して成就して統治していかれる神は、いえ父なる神の霊聖霊様ですよ。アメン。天地が作られる前に、イエス様がこの世に来られる前は、イエス様はその父なる神の言葉で言葉、父なる神の言葉でしたよ。ハレルヤ、うん、昨日は寝ずに祈ったでしょ、うん、じゃあみんな一緒に、イエス様は世に来られるまでは父なる神の言葉として存在し働いておられた。アメン。そして父なる神の言葉、計画、これを癖が成就するように働く神は父なる神の聖霊様、聖霊様。アメン。天地が混沌として形が全くなくて虚しい状態にあった、その時にこの黄泉に目に見える天地万物を形作った創造の主役も聖霊様ですよ。アメン。聖霊によって神は統治をされますよ。父なる神はご自分の聖霊によって計画通りに統治をされるの。その神の口から出た言葉、予言の言葉、見言葉、神の計画、こういうのが全部成就するときに、その言葉の段階にある、計画の段階にある神のすべての技を成就して結果を出す方が神の聖霊様であると信じますように、イエスの皆で祝福いたします。神の聖霊なしには神の教会がスタートはできませんし、神の聖霊なしには私たちの信仰がスタートできませんし、神の聖霊なしにはイエスがどなたであるか明かす存在が他にはいませんから、聖霊様が溜まっていると働かないと、イエスがどなただろうか、イエスについて正しく知ることができる存在はこの世にもあの世にもどこの世にも存在しませんよ。イエスの聖霊、神の聖霊だけがイエスが主であることを伝え、イエスがどなただろうか、何をなさるか、こういういろんなことを伝えて教えて明かして結果まで出してくださる方がイエスの聖霊である。聖霊なしに信仰云々というのは愚かな話、聖霊なしに教会というのは愚かな話よ。聖霊なしに神を語るのは愚かな話。神を知ることもできない、近づくことはさらにできない、知ることもできませんからよ。アメン。でも今日の教会の中で聖霊様がどれぐらい無視されて軽んじられて、もう聖霊はもうまるで人格じゃなくて、神じゃなくて、王として来られた神じゃなくて、ただの力くらいのように思われていて、聖霊様は悲しんでおられますよ。聖霊様を悲しましておいて、これが私がクリスチャンだと、私が神の教会だと名乗ったのは全部形ばっかりの現代版のパリサイ派の人々の信仰と同じように、形は装っていても神様とは全く関係がない、現代版のパリサイの人だと、この間神様がはっきりおっしゃったの。信じるだけアーメンと主様に送ります。神を信じたいと思えば、1から10まで、初めから終わりまで聖霊と共に歩き、聖霊によって礼拝を捧げ、聖霊によって聖書を読み、聖書を読むのも気が向いたら開いて、ああそうかこう読んではいけませんよ、祈って聖霊によってこの言葉を読むときに助けてください、守ってください、導いてください、諭してくださいと、それからじゃないと、自分勝手に聖書を読んで頭によぎる考えを持って解釈していくとパリサイ派の人になるんですよ。聖霊の感化感動がないときには聖書を解釈しちゃいけませんよ、勝手に聖霊によって感化感動されて間違いなく教えてくださるときに、それをつかめば聖書の解釈はできますよ。無理やり解釈しちゃいけませんよ。今日の神学大学の教授たちほとんどがパリサイ派の人々ですよ、張学珍教授以外はね。張学珍教授は祈ってるから相当違いますよ。
초갑진교자、うちの EMC の教授だから、これから。アメン。誰も喜ばないの？告げ口するよ。しかし、頭で研究している人々、全部パリサイの人々ですよ。彼らはね、大変危ないのは、自分たちが解釈はできない、間違った解釈をする、これだけじゃなくて、間違ったことを人々まで教えてるから、それが大変なの、それが大変なの、ね、マタイ23章を読むとパリサイ派の人々に対する話がよく出てますが、大変危ないの。天国は希望がほとんどゼロに近い、天国は、ね、じゃあ皆さんははっきりしないといけないの、はっきり、ね、世の始まりが聖霊によって始まったのに、人間どもは自分で始めて自分で終えとしてるの、神すらも聖霊によって始まっているのに、そして聖霊によって仕上げとしてるのに、イエス・キリストが来るという言葉が、乙女が男の子を産むと神の言葉計画がイザヤ書の7章の中4節にありましたよ。その言葉が実現したのは、ずっと本の中に言葉としてずっとあったの。人が立法の本をあっちに捨てれば捨てられ、ここに置けば置かれ、何にも働きができなかったの。ただ言葉と、ただの文字、私が書いた言葉と神が書かした立法の言葉と変わりがない。踏めば踏みにじられる、神の言葉であるのに。なぜ、そのままだからよ、ただの文字だから。それが、その言葉が実現しまして、イエスが肉体を持って世に現れたのは、神の聖霊が乙女マリアの信仰を見て働きかけて、マリアの体内で、マリアの卵子とヨセフの精子と関係なく、聖霊の力で言葉が身ごもって、言葉が肉を受けて、言葉が世に姿を現したの。言葉が世に姿を現すように働きかけて、それを長寿、その計画を、予言の言葉を長寿完成したのが神の聖霊様であろうと信じる人だけ、心からイエス様の聖霊にアーメン。聖霊様は今私たちを治める王様でありますよ。聖霊様は今私たちに会ってくださる、助けてくださる、守ってくださり、共に歩いてくださるイエス様ですよ。肉体を持ったイエス様は天におられる、天におられ、霊によって私たちと共に今働いて助けてくださるイエス様は聖霊様ですよ。アメン。父も子も御霊もお一人だからよ。父なる神も御子なる神、イエスも聖霊の神も、私たち三味の方がお一人なの。よろしい？復活して肉体で復活したイエスは天におられ、霊によって私たちと共にするイエスは今天におられるイエスじゃなくて、肉体を持ったイエス様じゃなくて、その方は天におるから、私たちと共にこの中に入ってきて働く聖霊様が私たちを助けるイエス様ですよ。アメン。聖霊様に対してちょっとしっかりと私たちは正しい知識を持ってしっかりとした態度を見せないといけないの。聖霊様は私たちと共にされる神様だ。アメン。今私たちを治める神様は聖霊の神で、アメン。じゃあこれを忘れちゃなりませんよ。みんな一緒に、神の統治、すなわち統治をするために神様は計画を立てる、それを言葉にするの、ほで人に預からしの、ほでその通りに出し遂げていかれる、こういう仕事を実際に実行して実践して成し遂げる方は三味の神のうち聖霊の神だよと信じますか。聖霊なしには何にも考えちゃなりませんよ。さっき言ったでしょ、聖霊なしには聖書も読む、読んで聖書を読んでも虚しいよ、本当は。聖書を読んでも虚しいの。ですから神学者たちが危ないって言ったら危ない。彼らは霊の世界知りませんからよ。聖霊が唱ってであることをはっきりと教える神学者はあんまり見ることできないの。なぜ、彼らは祈らないから。自分の頭で聖霊についても研究するから。聖霊は研究の対象じゃないの。我々の知能の、限りをはるかに超えて存在し働く神様でありますよ。それで人間の知能による
研究によって通して分かりますか、通して近づくことができます、通してそれを教えることができるんですか。聖霊を地下に体験した人々の話が理解できるわけないでしょう。だからみんな定めてしまう、罪に定めて、ためだとかためだとか。じゃあ今日はすごい大事、信仰を装っている、教会を名乗っている、クリスチャン名乗っている人々が2000年前と同じように形ばっかりになって地獄に入っていくか、気づかずに、あるいは本当に神に認められ喜ばれる信仰を作って間違いなく神の国に入る信仰に立つか、その一番大きな力と基準になるのは聖霊の声を聞いてるか聞いてないか、聖霊の声を聞き分ける力が、知恵が、知識があるかないか、すごい厳しい話ですよ。本当に信じる者どもにためだとか、地獄へ行くかもしれないとか、こういう話したくないのは私だ、ことイエス様なの。なぜイエス様はご自分の血を流して全ての人のために流してよかった方だから、人々が救われずに地獄行くのを一番喜べないのは私だ、ことイエス様なの。私ははっきり言って、正直に言って、今地球上のどこかで死んでいく人々を顔も知らないし、名前も知らないし、彼らは今どういう運命になるか知りませんから、悲しむこともできませんが、イエスキリストは全ての人々を見てるから、見てるから悲しまざるを得ないの。意味わかりますか。はっきり言ってて、私が悲しめる、悲しむとしましても失敗者を見て、私は知ってる限りの人しか悲しめないの。そうでありません。家族、皆さん、ここに来てまた流れた人、私が知ってる知り合いのことでだけしか悲しむことはできないの。ここわずかないと何百名何千名ぐらい。しかしイエス様は地球上にいる全ての人々を全部見ていて、全部自分の子供として、自分が命を投げてあげた、そういう子供たちが今死にかけてるから、イエス様はいちいち見て、全部それを苦しみを受けて、悲しみをご自分で受けてますよ、イエス様は。そうじゃありません。ですからそういう話、あなたはこのままだと危ないよ、地獄行くよと、こうそう思いたくも、そういう話をしたくもないのは私じゃなくてイエス様なの。でもそのイエス様がはっきりとおっしゃってますよ、正しく信じないと地獄の裁きを免れることはできませんと。信じますか。これは厳しい言葉じゃなくて正しい言葉なの。厳しく、そういう人をいじめる言葉だ、苦しめる言葉じゃなくて、正しい言葉なの。正しい。みんな死に、正しいから厳しく聞こえる。アメン。全部妥協して、何でもいい、何でもいい。こういう乱れた、妥協した言葉なら、全部合わせてあげる言葉ならば、厳しくないの。ただ、正しくもないから、そこには命がないの。厳しく聞こえる言葉が皆さんに一番正しい言葉であると悟れば、皆さんは聖霊の声を聞き分けることができるような人になりますよ。厳しい言葉を聞けば聞くほど、試みに合う人は聖霊の御声を聞くのは大変無理です。無理。優しい言葉だけしか聞けない人は聖霊の御声は全然聞くことはできませんよ。なぜ、聖霊の御声には妥協がないから、正したばかりだから。一見聞いたら、理解せずに悟らないうちに聞いたら、すごい冷たい厳しい言葉に聞こえるのが聖霊の声なんですよ。信じますように。アメン。ですから肉の思いだけでは聞くことはできないの。聖霊の力によらずには、で聖霊によって悟りを得た、そういう状態にならずには、聖霊の御声を聞くのは無理なんですよ。ハレルヤ、アメン。じゃあ皆さん、神が、皆さんここに座ってますね。座ってます。座ってるからみんな礼拝を捧げてると思ってはなりませんよ。もちろんうちの人々はみんな礼拝を捧げられる状態にあると私は信じますね。そう教えてるから。しかし教会来てるからみんな礼拝を捧げてると思っては困りますよ。神が求めて認められる礼拝をする人と、それができない人がいると、ヨハネ4章の23、24節にありますよ。読んでみましょうか。読んでみましょう。ヨハネ4章
ヨハネの福音書4章の23、24節。どうぞ。しかし真の礼拝をする者たちが聖霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。父なる神が求めておられるものはどんなもの？聖霊と真理、真を持って真理の言葉に正しく立って、自分勝手なくて神の方法に従って礼拝するものを求めておられるの。神様はそういう礼拝だけを認めるという意味ですよ。ですからなぜそうなのか。神は霊だからよ。神は霊なのに、我々が霊的に神を礼拝しないで、自分の肉の思いをそれぞれ持って、世界中の人々が自分勝手に神を拝もうとすれば、神を礼拝することはできないという意味ですよ。だから、神を礼拝する者は、聖霊に導かれて、真理の言葉に基づいて、神のやり方で神に気に入ってもらう形で、神を礼拝しなければいけないという意味でありますよ。アメン。自分なりの目的を持って、自分なりの考え方を持って、自分なりのやり方を持って、いくら神を礼拝し、その場に来ていても、神様はそれを認めてくださいませんよ。神様は、自分を人に合わせるんじゃなくて、世界中の人々、神から離れた人々を神様に立ち返らして、神に合わせて、神の子供を作って、永遠に神の国を受け継がせるのが神の目的だからよ。アメンですか。ですから私たち人間どもが信仰が本当にあると言っても、霊的に見ると神からもすごい遠く離れているの。ほとんどの人々が、私も毎日神様に立ち返ってますよ。なぜ、気がついたらここに来てる、気がついたらここに来てるの。神が例えばここだと、だから祈る時たんびに神に立ち返るの。祈る時たんびに悔い改めて、祈る時たんびに世を眺めたら、そして世と共に歩いたら、それは神から離れることに分かりやすく言えば、どれほど皆さんと私が神と共に生きれるかは、聖霊に導かれて、カットされて、カット、ああこれも、これがダメならこれをカットし、こっちがダメならこっちをカットし、これがダメならこっちをカットし、考え方がダメなら考え方をカットし、なぜ離れてくるか神から相当。だから多くの人が神の前に、この間土曜日に見たのも、それでも白い服を着てるのはうちの信者だけでした。申し訳ないけども、しかし全部じゃない。それもうちの信者も全部じゃない。後ろにいた本当に言いたくない人々、しもべたちは服どころか影の暗い影の中に座ってる。でも立場は主のしもべたち。皆さん霊的に見ると何人も選ぶことはできないと聖書は言ってますよ。聖書 は今は神に向かって走らないといけない。歩いてちゃダメなの、もう走らないと。死になって歩く人はあっち見たりこっち見たり余裕がありますね。天に召された以前、あの田中さんが言いましたね、教会のスタッフとして働いていた時には一生懸命でした。一番頼もしい働き者だったんだけども、何福祉かを福祉年金、が福祉降りて、それは受けるようになったらね、まずマンション借りる、それから教会から2キロぐらい離れたところへ住まいを構えたんだけど、彼がね、君を失礼に言ったんだろ、教会来る道はすっごい遠いって、2キロが遠い、なんで寄り道したいとこいっぱいあるから、その間に飲み屋にも立ち寄りたいし、何パチンコにも立ち寄りたいし、そう何この秋葉原の岩本町から外神田6丁目まで2キロしかないのに、すごい遠かったって。それがその間にいろんな視線を奪い、心を奪うところはたくさんあったから、主が私に見せてくださったの、黒い上も下も黒い、ただの制服の黒いじゃなくて、黒じゃなくて
影武者、影武者たちが着てるような黒の服を着てね、渡っちゃいけない川の向こうに渡って黒いものどもと遊んでるの。こういう刑事があると俺深刻なの。なんで神から命からも離れた状態だから、そのまま死んだら地獄だよ、はっきりと言って。牧師が説教中にこういう話をするのは、皆さんが見分ける知恵とか力を持たないといけませんからよ。アメン、うん、聖霊の声を聞き分ける、耳に聞こえてくる声だけじゃないの。聖霊の声はいろんな形で、夢幻、あるいは声、あるいは環境、あるいは人の声、あるいは犬の鳴き声、風の動き、いろんな形で聖霊の声は聞こえてくるからよ。こういう牧師の体験を皆さんにどんどん明かしているのは、皆さんが見分ける知恵、知識を、力を持たないといけませんから。聞いてないと言っても神がおっしゃって語ったのよ。私は霊によってずっと啓示をしてあなたに語ったのに、あなたは聞いてないというの。でも人々は、いや私は聞いてないと、この耳にはっきりとマイクを持って聞かせてくださない限り信じませんと、みんなそう思ってるの。ですから神様と交わりができない。ですからみんな一緒に、神は霊である、霊であるのに肉に合わせなさい、この肉の耳で聞けるような状態で語らないと、もう聞かなかったことにしますと、人々はこう思ってるの。神は霊だから、私たちが肉を超えて神の霊に合わせていかないと、神の霊の声を聞くのが初めから無理であるとはっきり悟りますように。主イエスの皆で祝福いたします。アメン。列王記の中9の中2節から中6節に、エリアが神の声を聞いた場面が出てきますよ。エリアが神の声を聞く前に、地震もあったり風もあったり、いろんな出来事がたくさんあったの。そういうすごい激しい働きの中で、神のとどろきのような声が聞こえてくるだろうと思っていたの。しかしそれを期待しても何もなかったの。何もなかった。また火事が起こったり、いろんなことが起きたんだけども、何もない。その中に、その最後に、かすかな、かすかな声が聞こえてきた。これは普通の人間たちはもう無視しても、なんだこんなの、こういうこれくらいのかすかな声が聞こえてきた。しかしその中に、タメセクの人をハサエルに油を注いで、アラムの王にしなさい、かすかな声だよ、こんな大きな声じゃない。ニミシの息子イエフに油を注いで、イスラエルの王にしなさい。サバットの子エリシャに油を注いで、あなたのような預言者として立てなさい。こういう声がこのように聞こえたじゃない。かすかな、あ、なんだろう、これが主の御声なのかどうか、本当に霊的に耳を傾けないと聞き分けることができない、かすかな声が聞こえてきた。エリアはそれを聞き分けた。そしてエリアがやったのは何ですか。アラムの王を立てる、イスラエルの王を立てる、自分のようなイスラエルの霊的な指導者を後継者として立てる。エリアに、エリシャに油を注いで、これは国民族の歴史的な運命を変えるすごい大きなことなの。これをかすかな声を聞いてエリアがやったの。ほとんどの人々はなんだこんなの、いや気づきもしないぐらいのかすかな声を聞いて、皆さん聖霊の声を聞くことができない場合にはどんな損失が起きるか考えてみる必要がありますよ。昔も今も個人向けに神の計画は聞こえてくるのは聖書にないの。ほとんどこれは一般的に神の人として守るべきことはここにありますよ。で個人が神に通したがうべきであるかは全部聖霊の声によって聞こえてくるので、エリアが神のかすかな声を聞いてアラムの王を立てる、イスラエル王を立てる、エリシャを自分の後継者として立てる、これはエリアが
生きていたその当時にはもう立法もあって預言者の言葉もたくさんあったの。でもそのどんな本の中にもそういう内容が一つも書き記されてなかったの。昔も今も一緒ですよ。全部こういうのは聖霊から直に聞かないと聖書にはない話ですよ。なのに今の世の中の人々は聖霊、聖書、いや聖書通りにイエス様の皆あれば全て終わりだ、全て終わりでしょう。イエスの皆が、しかしイエスの皆が何を語っているか、イエスが何を求めているか知るためには聖霊によらずにはできないの。イエス様は聖霊によって今エリアにアラムの王を立てなさい、イスラエル王を立てなさい、あなたのような預言者をもう一人後継者として立てなさい、聖書じゃないの。それは聖霊様がエリアに言ったように今も聖霊様が聖書だって直に我々に声をかけてるの。なのに聖霊の声聞いてないから、これはちゃんと守ってる。当時の人々も、当時の人々も、今よりもっと立法の言葉をちゃんとイスラエル民族を守ってたの。今より預言者の言葉は聞いてたの。しかし記録されてないかすかな声まで聞かないと神の統治に入ることはできなかったはずだよと悟った人はアーメンと教え様に送りますよ。アーメン。今も一緒ですよ。使徒ヨハネが、使徒ヨハネが啓示録を受けて、受けたのが聖書の記録の最後ですよ。アーメン。そこに何とありますか。世にある七つの教会に聖霊の声を聞きなさいと。聖霊の声を聞いてその通りにする人だけが勝利を得ると。七つの教会にそう書き送れと。書き送って、書き送った最後の本が何を言ってる。聖霊の声を聞きなさいというの。聖霊の声を。なんで今もイエス様は天に昇ったのにイエスの皆と聖書の言葉だけをその通りに守ってる。これは現代版のパンのパリサイ派の人だと言ってます。現代版のパリサイ派の人だと1ヶ月ほど前に主が私にはっきり教えて、教会の名前まで教えてくださった。こうだから現代版のこれがパリサイ派の人々だった。聖霊の声を聞いてないの。皆さん、聖霊によらないからイエスに対して十字架のイエスまでを伝えている。天の御座に座っておられるイエスまでを伝えている。聖霊によらないからよ。十字架のイエスまで伝えているのはカトリック。天の御座におられるイエスまで伝えているのが現代版のパリサイ派、あるいは言い換えれば第二のカトリックの、第二のカトリック。こういう話が理解できますか皆さん。こういう話が理解できなければ泣きながら理解できるまで祈ってくださいよ。聖霊によって。アーメン。人が信じても信じなくても、人が悟っても悟らなくても、神の統治は聖霊によって今継続的になされ、神の統治が聖霊によってなされてますよ。分からなくても、結構だけでも分からないと損するのは自分ですよ。アーメン。じゃあどれぐらい聖霊をが無視されてるか。世の教会に、ほとんどの教会に、7つのうちに1つの教会から聖霊様が無視されてる。2つの教会だけがようやく間に合ってる。7つある大砲的な教会のうちに1つの教会は聖霊の声を聞いてないの。聖書通りに生きてる。ただイエスの皆を呼んで聖書通りに生きてる。これは律法を守っていて聖霊の声を聞くことはできない2000年前のユダヤ人とパリサイ派の人々と同じような霊的な水準にあるのが今の聖霊の声を聞けないイエスの皆を、天に昇ったイエスまで、そして聖書の言葉通りにちゃんと生きてる。それであとは自分の頭の計画通りに生きてる人々、あんまりにもたくさんあるように
びっくりしましたよ。イエスの皆を呼びながらも、それイエスイエス、陸の思いで見た目で話すとすごいイエス様に躊躇な信仰を持っているかのように見える教会、これが2000年前と同じだと。マタイ17章、マタイ17章、一節から五節まで読みます。6日の後、イエスはペテロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペテロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私はここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、一つはエリアのためです。ペテロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼を覆った。するとこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。アメン、ね、じゃあこれを聞いていた。雲の中から声が聞こえたの。雲の中から声が聞こえたの。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに、すなわちイエスに聞けと。これは声だよ。立法の言葉でも預言者の言葉でもなく、天から聞けてくる。これは聖霊の声、聖霊の声。天使たちがこれこれとイエス様について言うことはできませんよ。天使がイエスのイエスをと指して、天使がこのイエス、これに聞け、あなた方はこれに聞け、天使が言えないの。これは聖霊の声です。聖霊の声、信じますか。これが聖霊の声なの。聖霊様が律法を守っている、預言者の言葉も守っている人々に、聖霊様がそれじゃなくて今からはイエスに聞きなさいって言ったよ、聖霊様が。なのにユダヤ人たちがイエスに信じした信仰を持たなかった。パリサイ派の人々も律法の一点一角を守りながら、その通りに行きながら、神の御心を知らなかったの。イエス様に対する信仰がなかったの。形は誰よりも抜群、しっかりと信仰による形はあったの、模範的だったの。しかしイエス様がおっしゃったの、マムシの子らだと、地獄の裁きから逃れることはできない者どもだと、誰がそんなこと慰めて、誰が彼らも許されると、彼らも救われると、誰が言ったのかと、イエス様は聞いたの。できないのに、アメン。じゃあこの聖霊の声を、誰よりも模範的だった人々が聖霊の声を聞くことができなかったの。今の世の中にいっぱいありますでしょ。いっぱいあります。皆さん、言葉を、記録された言葉は守らないと罪ですよ、もちろん。しかしこれだけじゃないことはお分かりになりますか。これだけ守って聖霊の声を聞かないと、また同じくパリサイの人と同じような信仰にまた転落してしまう。ですから聖書の最後に、聖書の最後に、世の人々、いや信じる者どもに、教会に神様が書き送れと言ったのは何ですかというと、教会はこれからイエスを信じる者どもは、これからイエスを信じる教会の一員たちは全部聖霊の声を聞きなさいと。そうしないと勝利ができないと。アメン。なぜ聖霊によらずには、イエスがどなただろうか、はっきり正しく教えるか、他の存在がいませんからよ。みんな自分勝手にイエス様信じるから、聖霊によらずにはよ、自分勝手に。時間がないから読みませんが、マタイ16の18節にありますね。読みの力が対抗できない教会を建てると、ペテロの信仰の告白の上に、主は
生ける神の子、メシアであると、キリストだと、イエスの音をそのように認めたペテロの信仰の上にイエス様が教会、イエスの教会を建てるんだけど、それは黄泉の力が代行できない権威ある神の教会だと。しかし神の権威ある教会がいつスタートしたの？スタート、イエス様のそういう約束はあったものの、そういう約束が実現したのはいつからなのかという。黄泉の力が対抗できないイエスの教会は聖霊が下った地点からスタートしましたよ。なぜ？マタイの16の28節にありますよ。その方は王権を握って神の御国と王権を握ってくる。イエスは聖霊様だから、聖霊が神の国の権威と力を持って聖霊が来るときに、黄泉の力が対抗できない権威ある神の教会が立つことができるということだ。アメン。信じますか？教会のスタートは聖霊様と共にですよ。イエスを復活を見た弟子たちは、イエスを復活を見た弟子たちが、皆さんどうなっていましたか？聖霊を受けないときには、またカリラヤの海に、ティベレスの海に、シモン・ベトロ、ヨハネの子シモン・ベトロ、イエスの弟子になる前の名前に書いていただいた。それをイエス様はそう呼んだの。イエス様が愛する者を我が弟子だと言わないの。イエス様に出会う前のシモン・ベトロの子供、イエス様の目にはそう映ったの。復活の主イエスを見た弟子たちの姿は、彼らの生活もそうでしたよ。彼らの生活も信者の生活によってイエス様に出会う前のユダヤ人として魚を取っていた時の生活に戻っていたし、名前もそう戻って、イエス様も彼らをそのように認めて呼んでいましたよ。ハレルヤ、アメン。なぜそうなのか。復活したイエスを見てからも彼らの信仰が神に認められる信仰にスタートできなかった理由は、聖霊を受けて聖霊によってスタートはしてきてなかったから。いくら自分の心が熱くても、いくらイエス様に対してたくさん聞いていても、聞いた覚えがあっても関係ない。それは認められませんからよ。聖霊を受けてから信者たちの信仰が認められ、聖霊を受けてからイエスが主であろうと言い表し始めたの。伝道ができない人、聖霊に満たされてないから、イエスが主であろうと言わないの。人に聖霊に満たされて、聖霊の力に導かれてないと、自分の肉の思いではイエスが主であろうと人に言うことはできないの。しかし聖霊に満たされたら、イエスが主であろうと人に言いたくてたまらない。相手は聞いてもないのに、とにかく話を、もうイエスの話に持っていきたいと思って、この中が熱い人は聖霊に満たされた人。アメン。皆さん、恋愛すれば、彼氏ができれば、友達が聞いてもないのに電話して話をどこへ持っていきたいと思ってる？最近できた彼氏の話聞いてもない、友達は。なのに早く全部カットして早く彼氏をおしまいしたくなるでしょ。イエスに満たされてると、聖霊によって、他の話はつまらないの。誰とでもイエスの話をしたくなるの。それが聖霊充満の基準ですよ。聖霊充満になってない人は、聖霊に満たされて、聖霊に感動されて、聖霊によって導かれてない人は、できればイエスの話はもうやめておきたい。恥ずかしいとか、都合が悪いとか、いろんな弁明が頭によぎる。だからもう今度にしましょうとか、イエスにの霊に満たされてると、もう悪口言われてもいいから、都合が悪い、時じゃないと思ったら、まずちょっとうるさいとか言われてももう構わない。まず言っておきたいの、まず。これは聖霊充満になっている状態の人ですよ。信じますか？なぜ聖霊様じゃないとイエスを言わないの。信じますように。アメン。じゃあ
いろいろ聖霊についてはもう話が長すぎますから、じゃあ聖霊の声を今も聞き分ける、いろんな形で聞こえてくる聖霊の声を聞き分ける知恵、知識、力を実際に持ってないと、信者として天国まで確実に行くのには問題がたくさんあります。アメン。教会もそうだし一緒ですよ。聖霊に満たされて、聖霊に支配されて、自分はもう死んだようになって、聖霊の言いなり、聖霊が導くままにもどこでもこういう信仰になった時に、聖霊様がその人の中に、その人の人生にイエスを表してくださるの。イエスが私の人生に表されたら、全ての道が開きますよ。不可能が可能になります。できないことができるようになりますよ。もうどうしようもなかったとないと思っていたものは全部クリアして、いつの間にか証しができる。やっぱり、聖霊様に従うとこうなるんだな。もう、今の苦しみが全部変わりますからね。聖霊によらずにと、よらないと神の心が何であるか、特に個人に向かわれた神の心が何であるかわからないの。聖霊によらずには自分で全部計画を立てるから、パリサイ派の人になるの。一生懸命神の信仰生活をするのはパリサイ派の人に、今の人がいくら一生懸命やっても2000年前パリサイ派の人々がやっていた信仰まで足元にも及ばないよ。彼らはもうしっかりと毎週2回2日断食しながら、もう言葉一点一角まで研究しながらちゃんと守っていたの。今そういう人がクリスチャンどこにいるの？ほとんどいないの。聖霊によらないと言葉を守る水準では2000年前のパリサイ派に勝てる人一人もいないの。はっきりと言って。じゃあ何がポイント大事であるか分かりますか？だとすれば、言葉を守るのはこれは言うまでもない大事なの。でもここにイエス様への信仰が欲しい。で、神の御心通りに生きるのが大事だということ。神の御心通りに生きるのは聖書には書いてないの。これは教科書だから、教科書。タマスクの人、ハサエルがアラムの王になると立法のとこに、預言者の書にどこにあるの？そんな話はないの。聖霊の声にあったの、それが。アメン。ニムシの子供イエフをイスラエルの王にしろ、エリシャをエリアの弟子にしろ、こういう話は立法の本と預言者の本書にどこにあったの？ないんだよ、そんなのは。ないんですよ。実際に神様がどのように統治するのか、聖霊の声を聞かして、でそれに信仰によってアーメンと従うと、聖霊様がそれを成し遂げてございますよ。アメン。神の統治を知るべきですよ。神の統治の主役は何だ？言葉が、計画が成就するようにされる神様は聖霊の神だよ。聖霊の神、聖霊の神なしに信仰を語ること自体がおかしい話ですよ。アーメンできます？必ず霊的な戦いだけあって信仰生活の全般にかけて勝利をして、本当に御心にふさわしく結果を出したいと思うならば、いや、そう、刑事のコンディションの10節になりますよ。命をかけて忠誠を尽くす者に神様が命の冠をくれ、冠をくださって、大患難の時を逃れさせてくださる。皆さん、イエス様が空中再臨する時に引き上げてもらって置き去りにされて7年患難に入りたくなければ、今のうちに命をかけて忠誠を尽くすべきですよ。そういう人が患難に入らず引き上げてもらおうと。信じますか？そういう記録は、そういう話が聖霊の声を聞ける人には可能になりますよ。聖霊の声聞かないと、思う自分の計画通りに生きることになりますから。ハレルヤ。聖霊についてはもう始まってもないの。ただ聖霊についてはこういうふうに聖書が神の言葉を同じく読んでいながらも、聖霊によって言葉を正しく悟してもらわないと、みんなあっちこっち行っちゃうの。あっちこっち、神の人たちが聖霊の声を正確に聞き分ける人、それでその通りに生きられる人が、最終的に
勝利者になりますよ。勝利者になります。アメン、ね、ですから神の言葉を皆さんが、知識の言葉は今日でも終わりにしますよ。なぜかというと、本当は聖書全体を聖霊によって正しく理解しないといけないんですね。でも知識の賜物について勉強しただけなんですから、この時間はもうこの辺で締めます。え、知識の言葉を聖霊によって神の言葉を正しく知らないと、神の言葉に対する正しい知識がないと、聖書を読んでやらみんなとんでもないところへ行くという話なんです。ですから今まで必要以上ちょっと長すぎるくらいに知識の言葉に出して触れてみたのは、このように聖書を解釈しないと聖書を読んでいながらも救いに至らない、聖書を読んでいながらも神を信じながらも負けてしまうの。ですから皆さんが聖霊の賜物力によって神の言葉を正しく知ることがどれぐらい大事であるか、運命を左右する話ですよ。アーメンできます。これから今水曜日に24回、知識の言葉だけで24回勉強しましたよ。6ヶ月勉強しましたよ、これだけで。6ヶ月、半年。しかし全部、本当はこのように聖書を全部勉強すべきですよ、正しく。アーメン。で、聖書に対する正しい知識を得るべきです。そうすれば間違いなくなりますが、聖書の解釈はみんなバラバラだから、自分勝手だから、結果的に虚しくなり滅ぶ人がたくさん出てくるという話で、ただこれぐらい深刻だから、聖書は聖霊によって、信仰生活も聖霊によってやる必要がありますよ。アメン。じゃあ今日で知識の言葉は終わりにします。聖霊の声を聞き分けられる力と知恵を、そして知識を正しく持つために、絶えず聖霊によって祈って、肉の思いを捨てて聖霊に支配されるようになるために、必死になって祈るべきだ。必死になって祈らないと肉の思いがすぐ頭を持たげるの、うん、すぐ頭を持たげる。じゃあよろしいですか、みんな一緒に聖霊の声を聞き分けられる信仰に立って最後まで処理しましょう。アメン。じゃあ253番。